日本一動物との距離が近い動物園の職員。ヤギや羊、犬やカメ、比較的安全な動物たちが自由に園内を歩き回っている。特に園内で飼える動物のおやつバケツは園内を巡りながら動物たちにおやつをあげることができて大人気だ。私の担当は草食動物。毎日のお世話、園内の見回りや掃除で大忙しい。早く飯持ってこいよ。はい、喜んで。うちは規模も小さい園だし経営が順調とも聞かない。でも今年は SNS でバズったこともあっていつもよりお客様の数も増えている。そうなると相対的にマナーやルールを守らないお客さんも増えてくるわけで。すみません、ゴミはゴミ箱へお願いします。ちょっとストップ、ダメだよ乱暴は。あー、紙コップまでヤギに与えないでください。み、てんやわんやの毎日を送っていた。そんなある日、今日もみんな元気だね。天気もいいし散歩日和。すんません。はい、どうしました？園内が踏んだらけで靴が汚れんだけど。なんでこんなに汚いの？掃除してんの？申し訳ありません。私たちもできる限り清掃は行ってます。ただ日本一動物たちと距離が近いというコンセプト上はホームページや園に入る前に受付で説明していると思うのですが。そんなの知るか。説明したから何？私たちの責任だっていうわけ？いえ、そうでは。ああ、もういいわ。お前と話してもラチ開かねえし。喫煙所どこ？園内にはございません。園外の喫煙スペースをご利用ください。はあ、また入り口まで戻れって？園内に作っておけよ、貧乏動物園が。なんだったのあの人たち。この動物園のことを知ってて来たんじゃないの？園内でタバコ吸ってたらただじゃおかん。こんなところでタバコを吸うなんて非常識だろ。早いよ伏線回収だ。やっぱりさっきの二人かい。すみません、もしかしなくてもトイレで喫煙されました？あー、吸ってねえよ。じゃあそれは一体こんなにタバコの匂いをプンプンさせておいて何を言ってるんです？匂いだけで犯人扱いかよ。さすが動物園の職員、嗅覚が犬並みってわけ。わかすか。でも実際匂いだけじゃこれ以上は。で、キエピー、動物たちが食べたらどうしてくれんのよ。もう許せん。園外に出るまで尾行よ。私の担当区域で何かあったら。これあげよっと。わっちゅ、ストップストップ、何をしやがろうとしてんですか。家庭ゴミの持ち込みは禁止。仮に新品のキャベツや人参であっても動物たちの健康被害の観点から園で用意したものしかあげられませんよ。うわ、出た。何食っても変わんねえだろ、こいつらバカなんだから。逆に文句ばっかつけて。だから小さい動物園のままなんじゃない。その後も二人はやりたい放題。うわあ、ビリってやんの。あ、並んでたの見えなくって。バカはお前らの方だろ。これはもう私の手に負えないという感じでして。不届き者が。ソーラさん、ゾウのふれあいコーナーにその二人を誘導してくれ。園長、どうするつもりだろう。お二人さん、この後ゾウさんとのふれあいタイムがあるんですけど、ぜひ参加しませんか？へえ、ゾウ？ゾウと触れ合えるなんてうちだけですよ、多分。ふーん、バズりそうじゃない。インドの富豪の真似して写真撮ろうよ。うわ、すごい行列。はい、失礼失礼、先頭に通してね。またちゃんと並んでください。お前が勧めてわざわざ来てやったんだから、最優先で案内するのは当然だろうが。確かに勧めたのはうちの職員ですが、だからといって割り込みをしていい理由にはなりません。園長。園長？組長じゃなくて？しかしまあ、いい大人が順番も守れないくらい楽しみにしてくれているというなら、今回だけ先に通してあげましょう。園長、いいんですか？最初からそうやって案内すりゃいいんだよ。ほら、早くゾウと遊ばせろ。注意書きのチラシはお読みになりましたか？って話を聞け。わー、すごい。てか、なんで割り込みを許したんだ。何あの二人。責任者出せよ。園長、どうするんですか。まあ見てろ、今にわかる。バタン
ギャー、ミカミカ。皆さん、列を守らない人にはこんな感じで天罰が降ることもあるから気をつけましょうね。てめえどういうつもりだ。ゾボー見汚れ、この服高かったのに。触れ合いコーナーは象に水をかけられる体験がセットって知りませんでした？希望しない場合は事前に言ってもらわないと。そんなの知るはずないだろ。へーち、そっちが先に説明するんじゃないの。園のパンフレットにも書いてありますし、列に並んでいる人には注意書きのチラシを渡してます。お声掛けしたのにお二人は無視されましたので。どっちにしろそっちの責任だろ。さあよ、まだ午前中なのにびしょ濡れになりたい人なんていないでしょ。二人の言う通り、ほとんどのお客さんは水をかけられることは嫌がるので、実質このイベントは形だけのもの。まあ言わんけど。まあ知らなかったとはいえ、希望されていないことをしてしまったことは事実。お詫びにお二人を特別な場所に招待しますよ。タオルどうぞ。特別な場所？それだけか？普通もっとあるでしょ、クリーニング台とか。まあまあ、さあさあどうぞこちらへ。これからこの子たちの餌の時間なんです。間近でその様子を見ていってください。餌の準備をしてきますんで、ここでしばらくお待ちください。やっぱ肉食獣ってかっけえな。こんな近くで見たの初めてかも。お待たせしました。この子たちは新鮮な餌が好きでね。俺たちってこと？あなた方の数々のマナー違反は他のスタッフから聞いていますが、それについて何か言うことはありませんか？ごめんなさいごめんなさい、全部俺たちが悪かったです。餌にしないで。わかってると思うけど、二度とこの園に近づきません。近づきたくありません。行かれてんだろあいつ、リアルデッドバイデイライトかよ。一応外まで見張るか。何してんだろう、あそこはチンパンジーの檻。どうせ出禁になるなら別に何やってもよくね。ほらよ。はぁ、見ろよ、嬉しそうにゴミに集まってるぜ。ついでだし、ゴミ全部こいつらに投げてやれ。マジで信じられない。ゴージ早く出て。ギャー、うわー、モザイク処理お願いします。うわー、恐怖の因果応報。おい、何の騒ぎだ。うわ、なんでこんな怒ってるんだ。あ、康二と富士さん、実は俺のうんこも投げてやろうか。アウトアウト、落ち着いて康二。おっと、ライオンたちの餌を持ってきてくれた時に話そうと思っていたが、手間が省けたな。しかし懲りない奴らだ。どうせバナナの皮をこの子たちに向かって投げたんだろう。チンパンジーは賢いから、自分たちが何をされてるかちゃんと分かってるんだ。最悪だ、シャワー貸せ。お二人は出禁だから園内の施設はご利用いただけません。さっさと帰れ森に。すまないが、君たちで駐車場まで連れて行ってくれないか。見張りにもなるだろう。了解っす。すみませんでした。謝るからこの状態で車には乗せないでくれ。新車なんだよ。へえ、素敵な芳香剤になりそうですね。アーメン。数日後、園長これ見てください。絶対あの二人ですよ。ほんと懲りないったら。大丈夫大丈夫、もう手は打ってるから。うん、以上の卑劣な行動を見過ごせず出禁にしました。今回は幸いなことに動物たちに被害は出ておりませんが、引き続き心優しい皆様にはルールやマナーを守って楽しんでほしいと思っています。園長が出した声明によって、あの二人の SNS は大炎上、ニュースにまで取り上げられる事態に。うんこまみれの上焼け野原か、自業自得すぎる。そのニュースを見て園の利用者が爆増した。ははは、思わぬ宣伝になったな。もっと施設整備に力を入れられそうだ。結果的に良かったですけど、あの時はヒヤヒヤしましたよ。次からはちゃんと先にどう対処するのか言ってくださいね。すまんすまん。みんなも動物園に限らず、ルールやマナーはちゃんと守ろうね。